皆さんこんにちは。エムズダンスアカデミーの石本美奈子です。今日も美奈子の部屋へようこそ。今日は女性の立ち方、そしてシェイプの仕方についてお話ししていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、スタンダードにおける女性の役割というのは、相手の動きをただ聞くだけではなくて、相手の動きにすぐに反応して、そして自ら動いていくということがものすごく重要になってきます。で、その環境を作るために組むときに少しスペースを、目の前にスペースを空けましょうというのが、この間の組み方という動画を上げさせてもらいましたが、そちらで説明させていただいた通りです。目の前に少しスペースがあったのが少し見えたかなと思います。で、今日はそこのところをもう少し深掘りしていきたいと思います。特に男性と女性が組むときにやってしまう大きな間違いとしては、コンタクトを目的として相手に近づいて組むということです。これをやることによって、何がいけないかというと、自分の関節が動くスペースが前にほとんどない状態になります。そうすると体が相手の動きにすぐに反応できる状態ではなくなりやすくなってしまいます。私が皆さんにお伝えしたいのは、ある程度自分の前に動ける関節を緩めるスペースを作ってほしいということです。で、そのスペースを作るために今日一つ提案したいのは、相手と組んだ時に手を前に出しておくということです。相手と組もうとした時に手を後ろに引いてしまって、コンタクトだけになってしまうと、かえって相手からの情報を得られづらくなってしまったり、今みたいに前のスペースがべちゃっとなくなりやすくなってしまいます。相手と組んだ時に少し相手のホールドに対してテンションをかけてあげてください。このような感じです。で、ある程度自分の目の前にスペースを作ったら、このスペースを潰していくのではなくて、このスペースは守りながら、このスペースを自分の体の動きで埋めていくという作業をしてみてほしいです。ダメな例といい例をもう一度やってみたいと思います。ダメな例は、コンタクトがメインになってしまって、結果的に関節が動くスペースが目の前にない状態ができてしまうではなくて、手を前に出して自分の体が、関節が動くスペースを作ってあげるということがものすごく重要になってきます。はい、そこで皆さんにご紹介したいのが、このようなゴムチューブ、もしくはお家にフラフープなどがある方がいれば、フラフープを使って、このようにフラフープの輪っかの内側にこのように背中を当ててあげてください。で、内側のこの取っ手というか、フラフープの今度は反対側のところを握っていただいて、このような姿勢を、意識しながら踊るということを女性の皆さんにお勧めしたいです。それでは、プレパレーションからナチュラルターンという、基本的なステップを、このゴムチューブを用いて、手を前に出しながら自分の関節が動けるこの前のスペースをですね、確保しながらシャドーするっていう練習をご紹介したいと思います。1、2、3、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 1、2、3。このようになります。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。スタンダードにおける女性の役割というのは、ものすごく重要な役割を担っています。
女性が最大限の動きをすることによって男性の動きが増幅されていく、カップルとして動きが増幅されていくことが大いにあると思いますので、女性の皆さんは自分の体が使える環境というのをぜひ組んだ時に作れるようにしてみてほしいと思います。それでは皆さん頑張ってください。